本命っていうのはちょっとやはり、ね、そのぐらいプレッシャーかかるんですかね。それから長い病気を克服して出てまいりました伊藤浩二選手が今3番選手です。それから2番が大竹、4番の遠沢、5番の小橋です。さあスモークの中を各選手が出てまいります。上空がどんよりと曇ってまいりましたので、こう決勝戦を迎える前のムードとしては、下に本当にあのバンクが濡れてなきゃねいいなっていう感じがするんですけれど、はい、濡れてる部分だけがちょっと気の毒という感じです。大竹慎吾、このところ心境は著しいものがあります。そして伊藤浩二が出ていきます。そして今4番の遠沢健二選手、一昨日でしたかね、あの10秒9周記録ですかね、はいはい、そうですね、まあ、自分の記録というかその、ね、他の選手のタイムに乗っての記録ですからね、はい、でも調子はいいんでしょうね。5番の小橋正義です。競輪祭のタイトルがあります。それから若い森内昭幸です。まあ、これ急成長ですね、はい、田原信之はこのダービーのそうですね、タイトルを取っています。2つ今度も調子悪かったんですからね、はい、今回は少しいいです。五冠新一です、はい、海田と同期です。そして9番が野原哲也選手、ひょうひょうとして面白い、そうですね、はい、力のある選手なんですけどね、なかなかレースが不安定だったんですけど、まあ、ここに来てあれですね、彼は眼鏡かけてます ね、雨用の、うん、さあ第46回日本選手権競輪決勝戦、ダービーの決勝戦がまもなく始まります。ご覧のように2825m、周回数は7周でございます。この7周というのは中野さんどうなんでしょうか。そうですね、あの昔は実習とかあったんですけども、あのこれぐらいになりましてね、あの非常に走ってる方も、まあ、ちょっと考える時間があると、まあ、勝負までありますんでね、帰っていいんじゃないかなと思いますね、これぐらいの方が。これ1着2800万でしょ、はい、2着は1000万以上開きあるんですよね、うん、まあ、仕方ないですよね、勝負ですから ね、だから、はい、やっぱり精神的に穏やかじゃないですよね、やっぱりねやっぱりね、どうしても1着欲しいですね。さあ出走選手がレーサーをスターティングゲートに装着いたしました。1番の海田和弘、2番大竹慎吾、3番伊藤浩二です。4枠4番遠沢健二、5番が小橋正義、5枠6番森内昭幸、7番田原信之、6枠8番五冠新一、そして9番が野原哲也。そうですね、五冠選手の、はい、稲村選手が良くなってきたんで、やはり一緒になって練習するから伸びてきましたね、はい、そうですね、さあ各選手の気合が入っています。くせ者ぞろいってさっき言いましたけど、本当に誰が取ってもまたダービーっていうのはそういうチャンスってあるんですね、はい、このダービーっていうのはもう本当に、6番選手が取ったり4番選手が今まで取ったりしてますからね、はい、そうですね、ちょっと目離せないですね、はい、本命選手が優勝するっていうのはなかなか難しい大会ですね、これは、はい、従いましてトライアルをトップでこの日本ダービーに臨んでまいりました。神山は決勝戦にいません、稲村もいません、吉岡もいません、ね、海田がやはりトライアルトップなんですけども、その後調子落ちてまた小雪で上がってきたからよかったんですね、はい、そうですね、さあいよいよスタートの一瞬です。大勢のお客さんが入っていますが、場内が一瞬声がこう静まりましたね。そうですね、まあ、僕は小橋と見たんですけど、どう出ますかね、はい、雨でまた変わってくることもあるんですけども、全員が前傾姿勢からピストルが鳴りましてスタートです。ちょっとまだ出ません、出ませんね。さあ4番の遠沢が出ました。そうですね、小橋の後ろに遠沢田原と出ていきます。はい、遠沢田原と出ていきました。そして6番の森内がそれに続きます。五冠が一番最後の方ですね、五冠がやはり抑えですね、はい、雨の中での決勝戦2825m、こうなりますと楓田が一番前へつく展開になるかもしれないですね、はい、ご覧のように4番の遠沢です。先頭誘導員のすぐ後ろ、その後に7番の田原、この辺りは連携をいたしますが、どっちが前でどっちが後ろか、まだ今詰めたところで、はい、この後に自分の位置を確認しに、そういうことでしょうね、はい、4番位置は上がりましたね、最初スタートは切ったものの、はいはい、ご覧のようにちょっとばらけているのがお分かりいただけると思いますが、7番の田原が前に行きまして、4番の遠沢はちょっと後ろに下がりました。その後ろに1番の海田が上がっていきます。海田の後ろには9番の野原、この辺りは中部近畿ライン、この2人はすんなりと並びました。
その後に2番の大竹が入ろうとしておりますが、大竹が入りますね、はい、やはり3番手大竹はそこの位置を狙ってましてね、はい、そして小橋がインギリという形になりますかね、はい、真ん中につきましたね、従いましてこの後ろになりますが、はい、2番の大竹の後ろに森内が入って、その後ろが5番の小橋です、はい、そうですね、はい、白と青ですね、はい、前の方から1番9番2番6番5番と並びました。その後ろが4番8番です。後ろの方はまだちょっと安定してないのかなという感じがいたしますが、まあ、一応は海田選手のラインが一番長いラインですね、はいはい、まあ、こうなると展開は一応有利なんですけども、はい、その海田が先頭、その後ろに9番、その後ろが2番6番5番です、はい、まあ、一番五冠選手が動く可能性が多いですね、はい、その時に5番の小橋選手が一緒に出るのかですね、はいはい、それとももう一度今度は海田選手の巻き返しにを待ってですね、はい、その時に一緒に内へ行くのか、はい、その辺がこのレースのあれですね、そうですね、この画面の後ろになりますけれども、8番の五冠の動きはちょっと注目されます、まあ、その後ろに伊藤浩二、はい、まあ、毎日いい先行選手の番手、彼が一時ね、さっき言いましたように病気してからここまでカムバックしてきたのは2番手をずっとこう2番手でキープしてきたんですね、はい、B 級まで下がったんですからね、一時は、はい、ということは3500人抜きぐらい30過ぎてから悲惨ですからね、はい、まあ、超人的な選手ですね、そうですね、バックストレッチを通過、残り3周半になっています。その伊藤が赤のユニフォームで今後ろから2番目です。その後ろに最後方に7番の田原、はい、その後ろにダービー王をつけてるんですから、はい、立派ですよね、そういうことですね、はい、はい、一昨年になりますかね、平塚のダービーで坂本選手のマークに乗って優勝しましたね、はい、そうでしたね。1番9番2番6番5番4番8番3番7番と並んでいます。残り3周を切っています。一列棒状になっています。さあこの後どういう風になりますか。8番の5冠後ろから3人目の選手の動き、そうです、この選手ですね、そうですね、はい、この選手の動きをちょっとご覧いただきましょう。それから3番の伊藤浩二がちょっと外側にレーサーを持ち出しています。雨で、はい、羽が上がるんでやっぱり外で外に行ってちょっと行ってるんですね、はい、まあ、その階段1番選手はそれ来るのを待つだけですから、はい、真ん中にいるですね、はい、小橋選手先に動きましたね、あ、小橋が動きましたね、はいはい、白と青小橋です。赤番残り2周を迎えました。残り2周になりました。残り2周になっています。小橋その後ろに4番の東沢がつけています。これで階段待ちですね。そして1番の階段ちょっと間を置きまして様子を見ます。さあそれから後ろから3人、8番の五冠、それから3番の伊藤、7番の田原とこの3人が上がっていこうというところ。しかし1番の海田、それから野原、この近畿中部勢がぐいぐい上がっていきます。2番の大竹も外へ上がっていきます。その大竹を9番の野原ちょっと外へ弾くような格好になりました。あっと5番の小橋が滑りました。転倒です。小橋先頭でやり、ま、転倒でやります。さて先頭は1番の海田、先頭1番の海田、第2コーナー回りましてバックストレッチ残り半周です。残り半周になりました。内の方から大竹、内の方から大竹、先頭は1番の海田、先頭1番の海田、このまま逃げ切ることができるかどうか。2番の大竹がいい位置にいる。2番の大竹2番手、そしてあーっとまた転倒があってどうか。先頭は1着、1着海田、そして2着には大竹です。海田大竹の順で入りましたが転倒がありました。転倒がありましたのでどうぞお手持ちの投票券そのままお持ちください。お手持ちの投票券はそのままお持ちいただきたいと思います。海田が見事に今年の日本ダービーを制覇いたしました。第3コーナーから第4コーナー回るあたりをご覧いただきます。このあたりは8人の選手がいましたがこの後に転倒もありました。さあそれではちょっと最後の方を、中野さん、それではちょっとこのあたりを解説してください。そうです、やっぱりちょっと滑ってますよね、だからこれ辺は相互接触と取るかスリップと取るか、実際その締めたと取るか突っ込んだと取るかっていうのは、まあ、審判の判断ですから、まあ、何とも言えないんですけれども、まあ、どっちにしても海田君は先行して逃げてるわけですから、まあ、問題ないですね、まあ、立派なもんですね、ジャンから先行して、ね、大竹選手に全然刺させるところ見せなかったですからね。レース転倒がありまして赤旗が上がっておりまして、2番の大竹もあるいは審議の対象になっているかも分かりません。3番の伊藤、それから9番の野原、こういったところが審議の対象になっているようですが、いずれにいたしましても先行いたしました、ね、1番の海田、見事な優勝と言えると思います。1番問題じゃないですからね。そうですね、立派ですよ。このチャンピオンを称える4番の遠沢選手です。お知らせします。2着で到達した2番選手は失格と判定します。2番選手は第6周回第4コーナー付近において
5番、9番選手が内外転換を走行している際、大体線の内側に入り並走し、5番選手を落車させたので失格と判定しました。決定。1番、2着、4番、遠沢選手ね。はい、遠沢選手ですね。9番、そして野原選手が3着ということになったわけでございます。1着海田、2着遠沢、3着に野原ということでございまして、ご覧のように払い戻しが出ました。連勝短式1番4番、1と4の組です。連勝短式1と4で、9